はい、宅配便です。はぁ、はぁ、頼む、1分10秒だけでもいいから。ちょっと警察呼ぼうよ。ただいま、私のことは一切知らない。私たちの関係は何もなかった。お前やっぱり水原。ええ、そうよ。バイトのことは秘密にしてるの。さようなら。二度と同意して送信しないことを祈ってるわ。はあ、なんであんたがここにいんのよ。なんでここに住んでんのかって聞いてんの。いや、なんでって言われても。一切の交流はなし。干渉も詮索もしない。変換の予約は最速1週間前からだし、今からなんて無理に。頼む、もう一回俺の彼女やってくれ。はあ、冗談言わないで。無理よ。当社タレントに自宅や社内等プライベートな空間への立ち入りを強要する行為を禁ずる。第一、今日はレポート書くって決めてるから、さよなら。はい、宅配便です。はぁ、はぁ、頼む、1分10秒だけでもいいから。ちょっと警察呼ぼうよ。レンタル彼女だっつってんでしょ。別れたんじゃろ。お料理作ってたら遅くなっちゃって。おばあさんのためなら私どこへだって駆けつけます。水原、来週レンタルするよ、君のこと。でも来なくていい。今日こんなんじゃまともにレポート書けなかったら。一切の干渉をしない。大学でも当然赤の他人。話しかけない。毎週水曜日1時間だけならレンタルされてあげる。あなたのためじゃない、おばあさんのためよ。俺の彼女になってくれ。あう、じゃ先にいい？え、事務的なのはここで終わらせちゃった方がお互い楽でしょ。じゃあ行こっか、和也くん。いいかな。え、あ、おう、マニュアルマニュアル。お、カズヤ。犬で少女か、生き別れた妹か。 やめろ、失礼だろ。水原と言います。いつもカズヤさんがお世話になっています。他にあるか。やりすぎ。隣には史上最下のメス。お前あんなので童貞捨てちまったら一生忘れられなくて人生のセックスライフ棒に振るぞ。ごめん。どういうつもり。あなたどれだけ嘘を重ねたら気が済むの。それにもうとっくに時間超過よ。はあ、困る。それじゃあうちのおばあちゃんにもバレちゃうじゃん。でもそんなに可愛かったらカズくんに求められて大変じゃない。え、やっぱカズくんも男の子なんだなって。深いです。はい、私のカズヤさんを悪く言わないでください。付き合ってる頃のこと他人に話すなんて非常識ですよ。カズくんからも謝ってよ。あなたも何か。